これは今日はですから大山美希ではなくてこの中道がセッターということですね、はい、ですね、あの実力的にはね、はい、本当にあのいいものを持ってるんでね、はい、ブロックアウトです。まず1点は岡山シーガルズ、まあ、シーガルズの川本監督につきますと、まあ、今日は完全アウェーの試合なので、まあ、ベテランを中心にきっちりとした形でゲームを組み立てていきたいというふうに話しておられました。若浦の攻撃です。ブロック、速攻、このブロックよく止めています。しつこいブロック、ワンタッチを取りました。移動攻撃アウトです。いやなかなかいいラリーでしたけどもね、はい、キャプテンの向井、うまくコンビがはまりました。センタープレーヤーの森です。シーグラスはああいう攻撃が、ね、はい、多いので、あの彼に対応できるかどうかというのが一つのポイントですね、トーレとしてはね、はい、これはアウトです。今日はこの山口がセッター対角に入っております。さあ荒木、全日本から帰って3週間という東レの全日本経験者ですけれども、これは決まりました。バンダイさん、荒木にはどの辺を一番期待されますか？そうですね、あの攻撃もそうなんですけど、やはりブロックですよね、はいはい、で彼女サーブもいいサーブ持っているので、はい、さあそのサーブです。あ、これもきっちり返りません。チャンスボールです。バックからの攻撃、ワンタッチはありません。こういうところをまあ決められるかどうかというのも ね、 そうですね、はい、立ち上がりは3対3です。若浦、そこになりました。これはコンビがはまりました。4番は富田です。サーバーは柴田、おっとこれもセッターに変わりません。これチャンス、ちょうど間に落ちるか。あ、これは好レシーブを見せました。シーガーズのリベロの吉田、今のは見事でしたね。綺麗ですね、はい、でシーガルズ の、 あのバレーというのはああやって何回も何回もラリーがついていって、はい、自分たちのリズムをどんどん作っていきながらああいう点を重ねていくのでね、はい、なるほどね、まあ、非常にこう対照的なチームということは、ね、言えるでしょうね、はい、サイドアウトの応酬という形になった今立ち上がり、そしてもう一人の注目選手は木村沙織、これは東レです。まずはさん、この木村沙織にはどういうことを一番期待されますか？そうですね、やはり、まあ、レフトのポジションに入ってるんですけど、はい、もう一つはポイントとして守りの要にもなってくると思うんですね。ただサーブレシーブ、強打の、そういうディフェンス面ですね、はいはい、そういう意味でもやっぱり彼女の中心選手になってくると思いますので、その辺のプレーの安定性というのも見たいですね、はい、まあ、まだ若いんですけれども、まあ、経験も彼女はありますからね、はい、アンダー投げました。向井、あ、これを落とした富田、これが2点のリードで4番です。今日は大山かなは体調を崩しておりまして会場にも来ておりません。
決まりました。ちょっと東レのリズムになってまいりました。8対5となったところで1回目のテクニカルタイムアウトになります。さあ立ち上がりですが、まあ、ジャブの応酬という形からちょっと東レが抜け出してきましたが、ね、どの辺がポイントでしょうか。はい、まあ、シーガルズはいつもそうなんですけども、はい、スタートダッシュをバッババッとかけるというよりも、ええ、後から追いかけていきながら追いかけていきながら相手に対してどういうような対応を練っていくかっていうバレーの展開なんですね。なるほどね、はいはい、逆に東レの方はそれに合わすことなく自分たちのペースを最初から最後まで保ちながら、まあ、言ったら高さと力でこう押し切るようなバレーの展開をするかどうかということですね。やっぱり菅野監督も話してましたけども相手ペースにならないようにそうですねということでしょうね、はいはい、特にシーガルっていうのはそういう雰囲気を持ったチームなので、はい、それに合わせて飲まれるようなことのないような試合展開をすればね、はい、東レにも十分勝機があると思いますので、はいはい、まあ、ミスが出ると一変にリズムが崩れてしまうというふうに話していた菅野監督です。第1セット立ち上がりは東レが8対5とリードしています。滋賀県立体育館から万平守さんの解説でお送りしています。サーバー富田、おっとこれは決まったか、よく上げていますがつなげるかどうか、おお、これは見事、小川山シーガルズの粘りですが決まりました。叩き始めました。もうブロックの上ですね。高いですね、はい、シーガルズも大きい選手は結構いるんですけれども、川本監督に来ますと、まあ、大きい選手はちょっとエンジンのかかりがあまり良くないんでということは話していらっしゃいました、まあ、途中交代はあろうかと思いますが、これはアウトです。ガラズはこれ以上離されてはいけません。村田はちょっと昨日の練習で右手今、テーピングが見えますけれども痛めたということだったんですが、練習を見て今日出すかどうか決めると話していましたが出ています。ブロックよくフォローしています。さあ打てるか、向井ネット際の応酬です。打ち切りました、柴田です。11対6となったところでシーガルズ川本監督がタイムアウトを取りました。さあじわじわと離されつつあるこちらシーガルズ、まあ、今年は悲願のベスト4、4強入りを狙っております。もともと中学高校の先生で、まあ、今、こういう V リーグのチームを率いていらっしゃいますけれども、まあ、いわゆる学校の先生という雰囲気が非常にありますね、この方はね。そうですね、はい、私の端々にその教育者という感じがにじみ出ております川本明義監督です。大阪国際滝井高校の総監督でもいらっしゃいます。立ち上がり東レが点差を広げてきます。ブロックが出ました、出ましたね、ちょっと読んでましたね、そうですね、はい、ドンピシャダブルスコアになりました。これもワンタッチを取ってチャンスです。今度は向井、あ、完全にもう東レのペースになってまいりました。場内大声援です。すごいですね、東レが決めるために会場がどーんと沸き立ちますよ、ね、よく我々もホームゲームの中継をするんですけれども、あ、これはサービスエース、今日の盛り上がりはかなりのもんですね、はい、もう青一色、地元滋賀県大津市にあります東レアローズ。移動攻撃バック、これも俺も読んでいましたから、向井が見事に止めました。完全に東レのペースになりました。い
や先ほどからもう連続ポイントです。ちょっと珍しいですね、そしてまたあのブロックというプレーはですね、はい、あのポイント取るとあのチームに活気がつくんですよね。そうですね、まあ、あの選手の表情を見てましたもん、いかにもこう乗ってるという感じがしますね。さあここからシーガルズが盛り返すためには何が必要でしょうか。そうですね、あのまずはやっぱりサーブレシーブをきちっと入れること、まずそこからですね、あの結構あのサーブポイントなりあのサーブレシーブが乱れてあのブロック捕まったり失点してるっていうあのケースが目立ちますので、はいはい、今ちょっとかなり長い指示が入っておりまして、副審の北村さんが、そろそろということで、ようやく今選手たちがコートに散ったところ、1セット目は一方的に東レがリードしています。これもブロック、なんとか早く決めたい。あー、またブロックポイント。向かい、そういえばですね、去年あの東レはブロックがあまり良くなかったんですよね。まあ、あの菅野監督もその辺はね、あの懸念されたんで、やっぱ今年はっていうことでね、あの練習も結構あのそういう部分では取り入れられたみたいですけどね、はいはい、今ブロックが連続して出ておりますけれども、去年10チーム中9位ということだったんですが、特にあのやはりブロックを強化しましたというふうに試合前のお話でも話していらっしゃいました菅野監督です。早速その効果が出てますね。そうですね、はい、もともとやっぱりあの大きな選手がいるので、はい、まあ、きちっとタイミングと場所の位置取りさえ、取れれば、はい、ブロックの本数というのはかなり増えてくるとは思うんですよね。今日はなかなかいいリズムで試合を運んでおります東レ。とにかくミスをしないようにということをかなり気にしてらっしゃいました菅野光一郎監督です。菅野監督、V リーグは3シーズン目ということになります。中道のサーブ、これもブロックに止められています。なかなか相手コートにボールが行きません。これも打ちに来ました柴田、力があります。メンバーを変えるようです。シーガルズは3番の米村を送りました。ようやくコンビが決まりました。やっと止めました。さあこれでちょっとリズムを取り戻してもらいたい。ただまあラリーポイントですから、これバンダイルさんちょっと追いつくのはかなり苦しい点数になりましたね。これで試合が終わるわけではありませんので、でも、まあね、まあ、このセットはね、まあ、結果的には東レが取るかもわからないですけど、はい、まあ、でも次のセットがありますから、す、ね、まあ、やっぱりこの後の展開によってはあの次のセットを左右する部分がありますので、ね、まあ、選手を一人まで入れ替えました岡山シーガル。今攻撃を決めましたのが2番の山口。選手の名前スーパーのところ出身校が書いてありますが、ほとんどの選手が大阪国際滝井高校です。速攻も決まっています。サーバー荒木、クロスセッターに返った、移動攻撃だ、1人時間差、あ、これは決まりました。森の1人時間差、昨年はスパイク決定率はリーグ第10位、なかなかいい成績でしたこの森です。これはポイント、岡山シーガルズ10点目。許しません。この
セットはバンダルさんちょっと東レは崩れませんからね。そうですね、両センターうまいこと使ってますよね、はい、今日はセッターは大山美希ではありませんで8番の中道またブロックが出ました。どんどんブロックが出ます。コンビは使えません。あ、しかし弾きました。これはよく決めてきました。12番の村田ちょっと右手を痛めています。13番は高松。ブロックが出た。お返し、一本お返しです。まあ、点差は開いてますけれどもこういうプレーからまた、ね、流れが変わるかも分かりませんからね。そうですね、はい、あ、なかなかしない連続ポイントは許しません西村。これあと3点です。あーっとギリギリを狙いました。17番の小林がコート。今度は向井決まりました。23点目。なかなか向井も好調。ここで出したサーバーは12番の佐藤です。この第1セットは東レはかなり試合運びに余裕があります。これもいいサーブだ。しかしこれはよく打ちました村田。この村田選手は大阪国際滝井高校出身ですが生まれは愛媛県の今治市。向井、セットポイントになりました。今日はしかしこの向井が好調ですね。いいですね、はい。一時期ちょっと体、ね、故障で調子を崩してた時もあったんですけど、ね、はい、さあチャンスだ。これ一発で決められるか。よくフォローしています。おー、よく上げた。さあここはきっちり取っておきたい岡山シーガルズ。またブロックが出るか。なかなか相手コートにボールが行きません。いやー、これは決めた中浦です。シーガルズもしかし応援がすごいですね。大阪国際滝井高校の選手たちも応援に来てると思いますがシーガルズも大応援団。つなぎきれるかどうか。よくつないだ。粘りが出ました岡山シーガルズですが最後は柴田。ハーフルに打ち抜けました柴田。10点差をつけました東レ。地元での第一戦まず第一セットは圧倒、岡山シーガルズを圧倒しましてまず第一セットは東レが取っています。プロ学キング、ガーナ公式携帯サイトプロ学キング。横須賀進む高野一ノ区蛭田さくら隼人ダイオネスアスカ風花所南の勝村里村芽衣子豪華メンバーによるフィナーレコラム。人気レスラーの着目の着ボイスに着ムービー。最新コンテンツをダウンロードだ。ガオラ公式携帯サイトプロクッキング。今すぐ君の携帯に戦いの魂を装着せよ。ガオラ12月のおすすめ。ガオラのおすすめ。見るもの全てをその美しく華麗な演技で虜にするプロフィギュアスケート。
今年もガオラでは五輪メダリストサーシャ・コーエン、クリスティ・山口など豪華メンバーが出演するアイスショーを放送します。プロならではの趣向を凝らした演出で見せる華麗で美しい表情の舞をお見逃しなく。詳しくはガオラホームページで。柳本監督を支えます全日本コーチ、ワンダイラー守さんの解説でお送りしています。滋賀県大津市で開幕を迎えました V プレミアリーグ、地元東レが第1セット岡山シーガルズを圧倒しまして、これから第2セットに入ります。たった今この地元東レのチアリーダーの演技がコート上で終わったところ、大声援に包まれています。琵琶湖のほとり、この体育館の奥、もうすぐ歩いて1分ほどで琵琶湖というところにあります。今日は朝はよく晴れていましたが、お昼頃から雲が広がっています。大津市の滋賀県立体育館、地元東レが第1セットを取りまして、第2セットコート左側に東レ、右側に岡山シーガルズです。バンダイラ守さんの解説でお送りしています。まあ、バンダイラさん、第1セットは10点差とちょっと予想外の大差でしたね、はい、そうですね、まあ、結果としてこう出たんですけども、はい、あの東レの、まあ、スパイカーがどうしてもちょっと目立つので目が行きがちなんですけども、中道選手ですね、あのトスがね、はい、地味なんですけど非常に安定したトスを上げているので、はいはい、それがスパイカーがいい力を発揮できている結果だったんじゃないかなと思いますね、はい、まあ、この第2セットはまずサーブでちょっと崩されたこのファーストプレー、サーバー村田、今度は切り替えてコンビを使います。うん、アウト、これはミスです。荒木のミス。菅野監督が話していたのはとにかくミスをしてはいけないということなんですが、うん、これはネットでした。こちらはシーガルズを率います岡山県のご出身でもあります川本明義監督です。おっと、岡野、ちょっと残念なプレーでした。まあ、このシーガルズの方も小菅というセッターが非常に成長しているんですけれども、今日は岡野、その岡野がトスを上げます。いいレシーブが出た、浜口の好レシーブ、あっとワンタッチ、これ逆転、これですね。2点取られたんですが、すぐに逆転です。これはよくレシーブしています若浦。その若浦の攻撃、ネットを越えませんでした。向井のバックアタック、さあ1セット目を取られたシーガルズとすると、これバンダルさん、どこをどういうふうにやっぱ立て直していったらいいんでしょうね。そうですね、やはりあのブロックですよね、はい、東レにあれだけブロックポイントを食らったっていうことが、一つ大きな点差を放った結果になっていると思うので、 その辺をどうかわしていけるかっていうことの対策は多分セット間では取ってると思いますので、確かにあれだけブロックポイント取られますとどうしようもないですね。おっと、ここでうまく移動攻撃のこの踊りを飛んでからいいコンビを見せました。これはなかなかいい攻撃です。いいコンビが出ました。まあ、何かこうシーガルズらしい攻撃というか、らしいバレーがあまりできてなかったですね。そうですね、まだこの試合ではちょっと出てきてないですね。そうですね、はい、アンダーで上
岡のよくまあ落としたというかいいところにラッキーにも落ちました。33番は若浦です。速攻ラリー待っています。こういうところでよく上げている。これの好プレー、あっと苦しい体勢だ。あー、またブロックに引っかかりました。やはりまた引っかかってしまいました。止めたのは富田でしょうか。攻撃です。先ほどのセットも序盤はいい形だったんですけども、ちょっとミスが出始めると次からズルズルいきましたね、はい。いつもはあのチームとしては連続失点とかそういうことはあんまり少ないチームなんですけどね。そうですね、はい。起動攻撃の返しか富田、これは拾っています。もう一回ブロックアウトです。ありませんでした。向井です。結構要所でいいところで決めてまいります。今のもあの、まあ、向井選手はねあのスパイク打ったんですけど、その前 の, あの中西選手の2なんですよ ね, すね。あの体勢からきちっとあれだけの高さを持っていってるのは、やはりあの打ち切れてるっていうポイントになってきますからね。はい、2段とか本当にあの、まあ、上げる方も打つ方も両方とも難しいと思いますけどね、これは見事でした。さあいい感じでまた東レがリズムを掴もうとしています。今日は大山香菜が体調を崩して会場に来ておりません。妹の大山美希も今のところ、まあ、セッターとして登場する場面はありません。全日本をリードします木村あるいは荒木、こういった有力選手が今日は力を見せています。体育館から磐田井守さんの解説をお送りしています。 V プレミアリーグ開幕試合、東レとシーガルズの一戦、第1セットは東レが取りました。第2セットも東レがリード、2アタック。このセットはしかしシーガルズが引き離されまいと必死で食らいついています。岡野の2アタック、その岡野がサーブに下がりました。ここはシーガルズのチャンスになります。向井が、これもまた鋭角的なスパイク。トスもやっぱりいいんでしょうね。いいですね。あのちょうど横からの放送席から見えるんですけども、はい、あのトスが近づいていったり離れていったりというトスがほとんどないんですよね。なるほどね、はい、一定してるわけですね、それだけね、はい。この今日トスを上げますセッターは中道、この中道です。また向井、フェイント、これも鮮やか、いいところ、測ったように落としました。絶妙です。この人が大山姉妹の妹の大山美希、ちょっと大山美希の出番が今日はないかも分かりません。ジェスチャーを入れて柴田に指示を送ります菅野光一郎監督です。この人が大山美希、今日は大山香菜は残念ながら会場に来ておりません。テレビを通して全国のファンの皆様に元気な姿をお見せできないのは大変残念です。まあ、その分はでも木村と荒木は元気ですからね。そうですね、はい、元気でやってくれてますんで、はい。
第2セットもトーレが10対7とリードしています。中盤でじわじわとトーレ引き離しにかかる。このブロックにかなりやられています。今日のシーガルズですがアウト。ポイントシーガルズ。この試合のファーストレフリーは山本和義さん、セカンドレフリーは女性の北村由香さんです。ああギリギリ入りました。いいところに落としました。今日は冴えていますこれは見事ですね。絶妙です。こういう時から何やってもうまくいくんでしょうね。あ、そうですね、はい。攻撃。あ、これはいいレシーブが出ました。中道。そして打ち抜きました荒木。まあ荒木選手は一つ特徴なのがセンタープレーヤーなんですけど、ああいう風にバックアタックも2段トスもこういう感じで打てるんですよね。まあ異色のセンタープレーヤーですね。そうですね、はい。まあ器用、別の意味で器用なんでしょうかね。そうですね、はい。2枚ブロックです。これに今日は相当悩まされていますが上がりません。これは上げられませんでした。ああこれは力強い。開幕ということで相当、まあ、プレッシャーもあったかと思いますこちらトーレですが、今日はそういった余計なことは全く気にならない展開です。ただどうでしょう、第1セットよりもシーガルズも、まあ、コンビは使えてるんじゃないですかね。そうですね、だいぶあのリズムは取り戻してるみたいですよね。なんとか早く追いつきたいところです。次のテクニカルタイムアウトの16ポイントまではなんとか離されずについていきたいところなんですが、こちら東レの菅野監督、サーバーは柴田。あっとこれは長い。よく見ました。シーガルズのリベロの吉田、サーバー若浦。アウトです。さあミスが続いて2点差。メンバーチェンジの今コールがありました。米村登場です。さあこのセットはシーガルズもこれ2点差まで来ましたんでね、はい、そうですね、この辺に追いついてあの20点過ぎには逆転したいっていうね、はい、いうのはあると思うんで、頭の中では徐々にシーガルズのペースになってきたような感じもしますが、移動攻撃と富田。それは両センターが本当にいいですよね。そうですね、まあ、それだけ、まあ、中西選手があのうまいこと使っているというのと、 あと逆に言えばあのシーガルズのサーブがあのセッターの方にきちっと返っているので、あの常にセンターを使える状況にしてしまっているというか、ね、はい、その辺はもう少しサーブで工夫していかないと、ちょっと展開的には辛くなってますよね。やはりサーブで崩していかないといけないということなんですが、ラリーになるとシーガルズも力を発揮するはず。上げています。浜口が上げて、これも吉田高レシーブ上げられるか。上げた。これもナイスフォロー。そして向井、まだ上がっている。いいラリーになっています。さあこれを決められるか。もう一回向井だ。さあしかし上げています。村田、あ、最後、あ、まあ、何かこう上から押し込んだような感じ。山口、やはりこういう粘り合いになるとシーガルズも強いですね。そうですね、分がありますよね、ああいうあのネット際での細かいプレーというのはね、はい、最後抑え込んだ山口がサーブに下がります。アウト。向井が決めました。これで16対13、3点差で2回目のテクニカルタイムアウトになりました。
今日はですから盗塁が大崩れしませんね。そうですね、はい。まあ、それ言えばトスが、ね、本当に中身ですが安定してるんだけ、ね、選手が本当にスパイカーが思い切って打ち切れてるというのは結果としていい方に出てますよね、チームを率いますの菅野浩一郎監督、まあ、男子盗塁でプレーヤーとしても活躍をされております。この東レという、まあ、会社として非常に大きな会社なんですけれども、発祥の地がこの滋賀県の大津市です。男子は静岡県の三島に本拠がありますが、女子は海近から引き継ぎましてこの滋賀県の大津市に本拠を置きまして今年優勝を狙っています東レ。第2セット東レが16対13とリードして後半に入ってきました。シーガルズもよく粘っていますが東レのパワーが今のところ上回っています。全日本女子コーチ萬平守さんの解説でお送りしています。いいサーブです。ツーアタックです。チャンスになった、チャンスになりました。村田どうか、わずかにアウト。あー惜しいところでした。苦笑いをしています。川本監督上げられません。よく食らいついてるんですけどもね。そうですね、はい、簡単には行動にボールが落としてないんですけどね、はい、ここでなんとか追いつきたいところなんですが慌てさせたいところですがそうはいかないか。あブロックが出た、ブロック出た、1点差森でしょうか。村田のサーブ、これもいいサーブです。さあ上がった、あっとどうか、ほとんどの選手が前の方に来ています。これ上げている、攻めているシーガルズ、チャンスボール、あーっと相手コートが変わってしまった。ネットに近い、オープンに振りました。あこれは浜口、好レシーブ、激しい試合になった。またこれも浜口が上げた、打てるか、柴田バックアタック、激しい打ち合いです。決まりました、これで同点。最後は森が決めました。いやー萬平さん今は見応えありましたね、はい、まあ、女子のバレーボールっていうのはこういう面もあるの で、ね、まあ、見てる方が面白いんですけど、はい、こちらとしてやってる方からすればなんでそこで一本決めれないんだっていうのね、まあ、その一本を決めるためにまあ普段練習してるんですよね、はい、今日はラリーの中でバックアタックを一つ入れましたけれども、村田だったんですか、打ったのが。そうですね、だから東レの方はどうしてもああいうラリーが続くと単調な攻撃になってくるんですけど、シーガルズの方はいろんな場所からいろんな選手がコンビネーションも使いながら、はい、まあ、攻撃のやり取りしているので、その分やっぱちょっと少しラリーの中ではやっぱ工夫されているなというのはありますね、はい、まあ、特にラリーの中でのバックアタックをだいぶ練習してきたというふうに話しておられました川本監督です。さあ同点17対17、粘るシーガルズが追いついて第2セットは白昼しています。これ曲がっている、打てるでしょうか。あ相手コートに帰るかな、しかし頭に当たってブロックしたような形、ちょっと流れが変わってきたか、上がらない、逆転が許しません。東レ姿サーバー向井です。
ラ。あと浜口上げたがダメ。また同点、また同点です。いや面白い展開ですね、はい、さあ指示を送ります。まあ、菅野監督は落ち着いていますが川本監督が立ち上がっています。逆転は許さない東レ。さあここで荒木のサーブ、サービスエース。この場面で荒木のサービスエースになりました。これ大きいですね、このポイントは。はい、20点目。やはり荒木のサーブが出ましたね、本領がね。よく粘って食らいついているシーガルズですが、2点差をつけられました。なんとか食らいついて追いついてひっくり返したいシーガルズ。こちら岡山、まあ、市民チームと言ってもいいかも分かりません、まあ、地元が非常に熱い声援を送っております岡山シーガルズ。しかし東レの前に2点リードを許しました。荒木のサーブ、今度はきっちり返った。コンビを使えるか。しかしブロック。あ、また止められました。メンバーを変えます。若浦が入りました。あ、この20点を境にちょっとまた流れが東レに行ってるような感じですね。はい、そうですね。やっぱりあのサーブポイントが流れがちょっと変わりましたよね。なるほど、はい、荒木のサーブポイントで2点差をつけてからちょっと通りにまた余裕が出てきたか。これは拾えません。もう1回粘ってもらいたいところ。ここの小林はこれはブロッカーですね。そうですね。ブロック期待というところ。あ、これはコンビ使えないでしょう。木村高いですが、東レコートに帰ってもう一回打ち抜いた。これはすごいです。ドスンという音がしました。あ、ここで大山美樹登場。場内が沸きます。大山からの妹大山美樹。そしてセッターを変えるこちら小菅、岡野に代わってセッター小菅、岡山シーガルズ。さあどういうトス回しを見せるか。あ、ブロックブロック、いきなりブロックにはまってしまいました。こちらはセッター大山美樹。これもブロックです。またブロックが出ました。喜びます。いやー、要所でまた変わった人がいい働きをします。セットポイントです。あー、コンビ合わない。あー、コンビが合いませんでした。これはもったいない。これバンダルさん、シーガルズよく食らいついたんですけどね。そうですね、最後にミスが出てしまいましたね、はい、残念なセットでした。岡山シーガルズ、これで東レ地元のゲーム 1,2 セット連取、セットカウント2対0としました。
られます。東レ一方岡山シーガルズ第2セットはなかなかよく粘ったんですが、大事なところでサービスエースを奪われまして、その後ズルズルといってしまいました。今岡山シーガルズのチアリーダーの皆さんが演技を行っているところです。まあ、今日は完全アウェー、大津でのゲームなんですが、シーガルズも随分たくさんのファンが来ています。この演技の中で、地元滋賀のファンからも温かい拍手が送られているところです。さあ、どのようにシーガルズが立て直してくるでしょうか。さあ、ゲームはいよいよ第3セット、シーガルズは後がなくなりました。まあ、シーガルズの前身は東芝です。この川本監督が東芝の監督に就任しましたのは平成5年ですから、もうこの V リーグ社会人チームを率いまして15年という大ベテラン監督です。さあ、第3セットのスタメンが今背番号を見せまして、メンバーの確認、ローテーションの確認を行っているところです。大津市の滋賀県立体育館からお送りしています。 V プレミアリーグの開幕戦、女子の開幕戦は地元東レがセットカウント2対0とリードして第3セットが始まっています。入りました、いきなり東レ。解説は全日本女子チームコーチ、バンダイラ守さんです。ギリギリに入りました。まあ、バンダイラさん、あのシーガルズのいい面も先ほどのセットは出たと思うんですけどもね、はい、まあ、1セット目もそうです、2セット目もそうなんですけど、はい、結構ブロックポイントっていうのをやられて、ね、されてるんですよね、でそれを見せる限りで、はい、あのシーガルズの攻撃が、例えば9メートルマーカーとマーカーの間あるんですけども、はい、そのいっぱいを使うコンビニではなしにして、例えば小さい6メーターの間であったりとか5メーターの間で選手をああやって寄せていってしまっている部分であるんですよ、ね、逆にあのブロッカーが大きな選手というのは遅れていってもその近くの攻撃やられれば、はい、あの背伸びしてでもワンタッチ取るからブロックに届くんですよ、小さい選手が動かされるとそれでブロックしにくくなるんですけど、はい、逆に大きな選手を狭いスペースで攻撃を与えてしまうとブロックというのは非常にしやすくなってくるんです、だからその分でポイントが出てるんじゃないかなと思うんですよね、はい。まあ、そういう意味ではシーガルズの粘りが出たんですけども、ちょっとこう攻撃にまだまだ冴えが見られないといいますか、もっともっとこうやれると思うんですけどもね、はい、さあ、ここでまたちょっとミスが出ていますシーガルズ、これで3対2。サーバーは高松です。ライトコートに帰りました、木村、真ん中に落ちた、3人が行きましたが取れません。まあ、笛を抜いて間に落としました。木村もまだ21歳なんですが結構風格がありますね、はい、本当にね。まあ、やはり全日本で世界を相手に戦ってますから、まあ、かなりこう気持ちの上ではね、そうですね、自信を持ってやられてるでしょうしね、はい、まあ、年齢的にはね、まあ、若いんですけども、はい、でも経験とか ね、 そうですね、そういう部分で本当東レチームでもそうですし全日本チームでもそうですけど、はい、本当中心選手ですよね、はい、まだまだ、まあ、北京だけではなくてその次の、まあ、ロンドンも含めて、十分に、視野に入っております。木村沙織、まあ、あとはやはりですから大山かなが万全の状態で、もちろんこのリーグもそうですけれども、この次の、オリンピック予選までね、そうですね、頑張ってもらいたいですね、はいはい、今日は妹の大山美希が先ほど出場機会がありましたけれども、大山かなは会場に来ておりません。
の攻撃、これは2枚ブロックでしたけれども突き破りました。ワンタッチを取ってチャンス、さあ岡野誰を使ってくるか、木村ブロックポイント返し、これで5対4。森ですかね、森と岡野、あこれはしかし間に入ってきた選手、柴田ブロックを振ります。この柴田のサーブ、バックトス、よくなりました森です。この選手はなかなか安定感がありますね。そうですね、森選手は本当に安定感ありますね、はい、去年も非常にいい成績を収めておりました。あ、ここはセッターに帰らない、チャンスになるか、木村打てるか、待っていました吉田、ブロックアウト、ブロックアウトを誘いました村田、追いついています。このセットは早いところで追いつきました。ようやくエンジンがかかってまいりましたシーガルズ。移動攻撃、ナイスレシーブです、高松、もう一回移動攻撃、ブロック、村田のブロックが出ています。上げた、もう一回村田、今度は浜口高レシーブ、バックアタック、これもいいところに待っている、ラリーになった、決めた、タイミングを切れました村田、逆転。シーガーズが初めてリードを奪いました。ここもちょっとサーブで崩した、さあもう一回チャンスだ、もう一回チャンス、フェイントアウトです、ワンタッチがありません、同点。あ、ここはもう一点欲しかったですね。そうですね、ここなんですよね、せっかく追いついて追い越して、でそのもう一点取れるチャンスの時にあえて自らミスを出してしまってっていうのはね、これもったいないですね、うん、いかんなという川本監督です。ボール上げました、向井です、あー容赦のこの向井が今日は決めます。8対7、また逆転、東レが1点リードして1回目のテクニカルタイムアウトです。あ、向井は今日は笑顔が弾けています。地元のファンの声援も受けて気持ちがいいでしょう。じゃあ逆に言うとバンダラさん、トーレが多くので本当しませんね。そうですね、はい、とまあ、若いチームだけにね、まあ、経験ある選手がいてるんですけど、はい、若いチームだけにやっぱりこういい時はいいんですけど、こうリズムが崩れた時にそれが落ちた状態がずっと続くっていうところがね、去年 の, リーグ戦っているのを見ているとあったので、はい、それが去年 やはりああいう経験をしたということが一つ大きなチーム力をアップさせる要因にもなっていると思いますね、はいはい、今バンダラさんがおっしゃったことと全く同じことを菅野監督もおっしゃっていました。リズムが乱れた時にこう、非常に大きく崩れてしまう、それは今日ないようにしたいと話していましたが、ここまでのところは東レがいい形でゲームを運んでいます。1、2セットを連取した東レが第3セット、この競り合いの中1点リードして序盤を終えました。8対8の同点に回っています。シーガラスもよく粘っています。一旦は逆転に成功する場面もあったんですが、ここは競り合っています。第3セット、セッターの岡野のサーブ速攻、富田の速攻が出ました。どうでしょう、やっぱり一にコンビ入れられてますから、シーガルズ
もうちょっとサーブで崩したいですね。そうですね、もうちょっとサーブ崩した方がいいと思いますね、しかしここは高松がよく決めました。ちょっといいサーブ、ドラタのいいサーブを期待したいところです。チャンスになった中浦、出られません。あ、やはりちょっと高さにやられました。これ10点。あ、今は対空時間長かった。山口が決めました。なかなかこうよく食らいついてるんですが抜け出せないんですね。そうなんですね、はい、いいサーブを入れたいところです。高さがありません。これも浜口がコースに待っていました。あ、最後は柴田に打ち抜かれました。これもこのセットはかなりシーガルズの抵抗にあっています。また真ん中に入ってきた。おとりに飛んでおいて真ん中に入ってまいりました。結構あの多彩な攻撃やってるんですけどもね。そうなんですよね、はい、フォローできるか。フォローできませんでした。ちょっとこれは苦しい。3枚ブロックです。チャンスになった。吉田よく上げました。バックトス。またラリーになっています。木村が打ちます。あ、もう一回木村フォロー。もう一回打てるか。今度こそ決めました。さすがは木村です。ああいう木村選手はストレート打ちが得意ですから ね、得意を使うというのは、ね、はい、さすがです。さあ引き離されてはいけません。一人時間差。徳美さんの森が決めました。さあここでまたセットの中盤にこの米村が出てまいります。ベテラン川本監督率います岡山シーガルズ。これは打てるかな。自動攻撃です。森です。また同点。ここはシーガルズがしつこく粘っています。ブロック、またブロックが要所で出る。今日のブロック通れ。とにかくバンダルさん大事なところでやられるんですね、これね。あのシーガルズはあの、まあ、意識的にストレート あのブロッカーの右手を狙ってワンタッチであの弾き出そうとしてるんですけど、それがなかなか出ないですよ。全部それがコートの中に入ってきてるんですね、今日は。そしてその後にこうやってサーブでちょっと乱れる、サーブレシーブで乱れます。バックアタック、よく上げた。あ、でも無理でしょう。その後でこうサーブで崩されるんですね。そうです。結局これで連続失点になってしまうんで、はい、あのサイドアウトを取れたとしても点数は試合が流れるにつれてどんどん広がっていってるんですね。
今日は東レが要所でブロックが出ます。そしてその後に流れを持ってきます。まあ、理想的な試合展開、これも高レシーブだが、ちょっとこれは詰めない。ああいう形で持っていきたいんでしょうね、シーガルが。それが今日、ああいうボールが弾き出てるっていうシーンが少ないですからね。はい、ほとんど全部止められて、これが、まあシャットアウトされてるという形になっております。アウト、右も掴めない。これは森入れてほしかった。16対14、これでテクニカルタイムアウトになります。もう木村はずっとニコニコしています。まあ、試合前はちょっとファンの監督もあまり、表情が冴えなかったんですけれども、かなりやっぱり心配されていた部分もあったと思いますけどもね。そうですね、やっぱり何も練習でこういうことができる手応えはあったとしても、はい、実際やっぱりゲームをやってみないことには分かんないですから。そうですね、はい、それがまあやっていくつれてやはり練習が できてることが試合でできてるっていうことを、はい、まあ、スタッフもそうなんですけど、選手にもやっぱり自信が出てきますから。なるほどね、はい、相当全日本の選手たちが疲れている。そしてまた、何人か期待している選手が、まあ、特に大山かなが使えない、まあ、こういったところでかなり、試合前はトーンダウンしておりました菅野浩一郎監督だったんですけれども、ここまでのところは今崩れるということは全くありません。まあ、控えの選手たちも笑顔、まあ、荒木はいますけれども、余裕が出てまいりました。16対14とセットカウント2対0リードする東レがこの第3セットもこのまま突き進むんでしょうか。シーガルズ粘れるか。アウト、ミスが出た。移動して1人時間差を見せました。山口、うまくブロックを外しました。これは鮮やかです。岡野のサーブ、さあチャンスボール、これはものにしたい。高松、今度は山口、向井、ブロック、ブロックが出ました。これで1点差。12番の佐藤が呼ばれています。ちょっとこれも苦しいか。向井、今度はお返しです。さあ、この後衛の3回ローテーションをこの佐藤に任せます。菅野監督です。全日本女子チームコーチ安平守さんの解説をお送りしています。いいサーブが入ってドゥメイター、あーこの辺も競り合い強い。うまかったですね今の、あ喜んでます。菅野監督あんまりこういうことしない人なんですが、割とコートサイドではクールな感じがするこの菅野監督ですが、結構ですから試合のポイントポイントでトーレが必ず流れをこう掴むようなプレーが出ます、ね、そうなんですね、はい。まあ、でも1点差ないし2点差ではついてきてたんですけども、ここ本当にさっきのセットもそうなんですよ。20点にかかるかかからないかのところで結局点数がトントンと空いてしまって、はい、まあ、それ以降はあともう5点しかないわけですから、はい、やっぱりラリーポイントでそれ20点過ぎてから5点しかないときに3点差ないし4点差空くとなかなかそれを詰めるっていうのは難しいですよね。トーレンドポイントがいりますね、はい。もうこれ以上離されてはいけません。第3セット通れ3点リードであと1点で20点。あこれもいいサーブだ。コンビが使いにくいところへ上げてブロック、吸い込んだか。これはシーガルズのポイントです。
森、まあ、この人はリベロをよくやってる選手なんですが出てまいりました。大ベテランです。サービスエース、これで1点差。迷ったですかね今ね。そうですね、ちょっとジャッジアウトが届かとの前で迷いましたね、はい。あ、これもいい、かなり伸びました。ブロックフォローできるか。あ、同点に追いついた。よく粘るシーガルズ。これは金森の起用が当たりました。リズムが変わりました。これ1人選手入れ替えて流れを変えてきました。菅野監督あまり細かい指示は与えておりません。菅野監督は福島県の出身です。法政大学の OB。この方、菅野浩一郎監督、40歳。さあ、追いついたシーガルズ、先に20点をもぎ取るか。移動攻撃。ああ、これは手に預かるんですが、吉田上げられませんでした。やっぱりこう、バンダルさん、力のある選手を持っているというのはこういう時有利ですね。そうですね、やっぱり大事なところでああいうところをトスを持っていって任せる、しかもそれを結果をちゃんと答えて出すっていうことね、はい、はい。さあ、ここはブロックポイントを警戒しなくてはいけません。向井、ああ向井が両者で、今日は向井が決めます。このですから先ほどのセットと全く同じですね。そうですね、20点目からね、はい、この展開がまあシーガルズにとっては一番ダメなんですけれども、次のプレーですね。ここのプレーをきちっとサイドアウト、まずきちっと取って、はい、ただ今セッターの中道が後衛ですから前衛強力を上げてますが、これは上げきれませんでした。荒木、17番の小林が出てまいります。ユニフォームの文字はアリサ。サマーリーグ国体ではほとんどの試合フルに出ておりました。非常に力をつけてきたと、こういうふうに川本監督も話している選手。さあ、大事なサーブきっちり返しました。浜口、上げられます。上げた、上げた。若浦ブロック、またブロックが出た。荒木、荒木のブロックが出ました。完璧に止めましたね。ナイスロックですね、はい。まあ、今日一番のプレーじゃないでしょうか。移動攻撃、森、これもブロックされています。これもブロック、これもブロック、上がった。まだよっと喜ぶのが早かった。ネットに近いところ、しかしコンビを入れてきます。時間差、あ、よく打った。ネット際は激しい応酬です。最後はブロック吸い込んでいます。今日で23点目、ストレート勝ち目前です。この辺りは全日本選手の力が勝ります。木村、荒木、浜口、好レシーブ。木村直接東レのコートに帰りました。もう一回木村、さあこれはものにしたい。粘れるか、またラリーになった。もう一回木村、いいラリーです。あー、最後待っていたのは柴田。マッチポイントです。東レマッチポイント、地元のゲームマッチポイントです。
この場面でシーガルズはセッターの岡野に変えて小菅セッターを変えます。まあ、しかしこれ4点差どう見てもきついです。シーガルズはねちょっときついですね。さあそしてチームを引っ張るキャプテンの向井一発で決められるか。あ苦しいアンダーで上げた小菅ブロックが待っている。マーカーに当たった。ストレート勝ち。地元 V プレミアリーグの開幕戦シーガルズを圧倒しました。東レアローズまずは盤石の第一戦の勝利です。地元のファンの譲りクロコダイルハンターのマナ娘から目が離せないビンディ・アーウィンは陽気でおてんば、そして動物が大好き。 This is a girl scout and this is a human scout. Isn't she cute? 彼女はアニマルプラネットの新しいスタージャングルガールビンディと愉快な動物たち。12月3日から15日月曜から土曜夜7時。一人の命が救われただけではなかった。このおでん抱けないかもしれないと思ってた自分が元気な子供を産むことができて、こうギュッて抱きしめた時にやっぱりありがとうって。移植で救われた命が小さな命に受け継がれた。あなたの意思を示してください。明日のために今始めよう。それでは勝ちました東レアローズの木村選手にお話をお伺いしたいと思います。木村選手おめでとうございます。ありがとうございました。まずは地元での開幕戦の1勝、今日の試合はいかがでしたか？そうですね、すごい開幕戦ということがあってすごい硬くなっていたんですけど、本当にチーム一丸となって勝ててよかったと思います。今日のチームの勝因はどういうところにあると思いますか？本当に地元の皆さんの応援のおかげで勝てたと思います。ありがとうございました。それでは最後に長く続くプレミアリーグの今後の試合についての目標をお聞かせください。今日本当にいい試合ができたので明日も続いていい試合ができるように全力で頑張りたいと思います。ありがとうございました。地元の大声援に応えます木村沙織選手のインタビューをお聞きいただきました。全日本選手も今日は大山香菜選手は不在だったんですけれども、木村そして荒木と十分に力を発揮したのではないでしょうか。まあ、バンデラさん、もうこの2人はとりあえず全く問題なしと。そうですね、十分でしたね。はい、まあ、まだちょっと多少の、ね、疲れあのメンタル的な部分とあのフィジカル的な部分ねまだ残ってるとは思うんですけど、はい、あのそれを見せないようなプレーを今日はしてくれたので非常に良かったと思いますね。はいはい、さあ、今木村選手がボールにサインをしてくれました。このボールテレビをご覧の皆様にプレゼントいたします。さあ、宛先はご覧の通りでございます。郵便番号 530-8694 大阪中央郵便局支社箱701号、ガオラ V リーグ木村沙織選手サインボールプレゼント係、住所氏名年齢電話番号と必ず木村沙織選手希望というふうにお書きいただきたいと思います。また一番下に出ておりますね、ガオラのホームページアドレスからも応募可能でございます。締め切りは12月28日必着ということでよろしくお願いいたします。さあ、ゲームが終わりました。開幕を飾って笑顔が絶えません。この木村沙織選手、まあ、やはり地元ということで、まあ、やりにくい部分というか、もちろんその当然ね、菅野監督は大声がもらえますからとおっしゃってましたけども、まあ、プレッシャーというのもある。そうですね、逆にのプレッシャーのもね、ホームというのもあると思いますよね。はい、そんな中今日は全く危なげないと言いましょうか。まあ、去年が、かなりこうシーガルズに苦戦しましたんでね、どうかと思ったんですけどもね、はい、全くこうその問題なしでした。この東レ、今これは場内のファンの方へのプレゼント用のボールでございます。今日はもう多くの地元大津のファンの方が来ておりますので、そのファンに木村選手が今ボールを投げ入れたところ、場内がどっと湧いております。さあ開幕をしましたけれども、今日2試合
バンダイラ守さんに解説をお願いしましたが、バンダイラさん、まあ、ここで盛り上がってですね、はい、なんとしても、目標はオリンピックですからね。そうですね、はい、やっぱり、このリーグ戦で、各チーム、各選手がね、しのぎを削って、よりレベルの高い、レベルアップして、はい、ナスナチームの方にまた、そういうのを力を出していければと思ってますからね、はいはい、なんとしてもまた我々も、この全日本の女子チームがオリンピックに行けることを、期待をしてまた応援をしたいと思っております。さあ、次回の放送予定をご覧いただいておりますが、まずは来週12月15日の日曜日、東京有明コロシアムの男子の開幕戦4カード、これは超豪華でございます。ファンの皆様、ぜひご覧いただきたいと思います。その後22日はサントリーと NEC、こちらのゲームも放送を予定しております。どうぞ今シーズンもガオラの V プレミアリーグ中継ご期待をいただきたいと思います。お伝えしました、東レと岡山シーガーズの一戦は3対0、地元東レアローズが勝利を収めております。この試合の解説はバンダイラ守さんでお送りしてまいりました。バンダイラさん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。実況担当森本慎弘でお伝えいたしました。それではこの辺で、滋賀県立体育館から失礼いたします。ガオラ12月のおすすめ、東西の学生リーグ覇者が日本一をかけ激突、アメリカン。BS ニュースをお伝えします。静岡市で NHK が契約しているオール日本ヘリコプターのヘリコプターが墜落し、警察によりますと乗っていた機長と整備士の2人が意識不明の重体になっています。今日午前10時50分ごろ、静岡市葵区にある静岡ヘリポート近くの池にヘリコプター1機が墜落しました。警察などによりますと、墜落したのは東京江東区に本社のあるオール日本ヘリコプターに所属しているヘリコプターで、機長の小宮義明さんと整備士の亀山幸代さんの2人が乗っていました。2人は近くの病院に運ばれましたが、2人とも意識不明の重体だということです。目撃した人によりますと、ヘリコプターは上空50メートルほどから横方向に回転しながら機首を上げたり下げたりして、ヘリポートの南西およそ2キロ離れた池に墜落したということです。ヘリコプターは普段 NHK 新潟放送局が取材のために使用していますが、今日はオール日本ヘリコプターが年に1回の検査のために東京から大阪に向かわせていて、静岡ヘリコプターで給油する予定だったということです。高村外務大臣は日中ハイレベル経済対話で発表された共同文書について、中国側が人民元に関する部分を削除して発表していることから、ありのままの共同文書を発表するよう中国政府に求めていることを明らかにしました。日中ハイレベル経済対話は今月1日、日中双方の経済閣僚らが参加して北京で行われ、共同文書を発表しました。しかし、共同文書に盛り込まれている日本が人民元の切り上げに期待感を示したという部分を中国側が削除して発表しています。為替の点について、日本側が要望したと。いうこと、何か手違いで落ちたんだと思いますから、まとまったものが落ちてますよ、入れてくださいねってこう申し入れているところです。高村外務大臣はこのように述べ、両国でまとめたありのままの共同文書を発表するよう中国政府に求めていることを明らかにしました。 BS ニュースをお伝えしました。
北京を見据えての冬が始まりました。 V プレミアリーグ女子は昨日開幕、今日は2試合をお伝えしてまいります。まずパイオニア対デンソー、続いて NEC 対 JT の試合の模様をお楽しみいただきます。会場は兵庫県姫路市の中央体育館です。まずこの後パイオニア対デンソーの試合からご覧いただきます。放送席の解説、大林素子さんです。大林さん、はい、先のワールドカップで全日本女子は3位以内に入ることができませんで、オリンピック出場権がこの時点では取れませんでした、はい、ですから来年5月の最終予選に向けてどうこう選手を大きくしていくかという、ね、シーズンですね。そうですね、本当にもちろんあの戦ったメンバーは中心になると思うんですけど、このリーグで戦って結果を、ね、出した、ね、はい、選手がまた次の挑戦権得られます。